スティーブン・グラハムはアメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン出身の元バスケットボール選手。ポジションは GF。身長198センチメートル、体重97.5キログラム。双子の兄弟上位グラハムもバスケットボール選手。セントラルフロリダ大学で2シーズン過ごした後、オクラホマ州立大学へ転校しここでも2シーズンプレーした。 兄弟の上位も同じ大学に通い、良きチームメイトでありライバルであった。4年生の時の成績は平均6.5得点、3.2リバウンドだった。2005年の NBA ドラフトでは指名されず、CBA のスーフォールズスカイホースでプロのキャリアはスタートした。CBA のオールスターに選ばれた活躍が認められ、同年12月10日にヒューストンドケッツと契約し、 NBA デビューを果たしたが12月29日に解雇された。2006年1月17日にシカゴブルズと10日間契約を結んだが契約は延長されなかった。2月6日に今度はクリーブランドキャバリアーズと10日間契約を結んだ。リー・ネイロンと指名権が絡むトレードで一旦は放出されたがネイロンが解雇された後、 キャバリアーズとシーズン終了までの契約を結んだ。2006から07シーズンは、ポートランドトレイルブレイザーズに所属し、2006年11月15日には、初めて先発したが、2007年1月2日に、解雇された。ありがとうございます。